はいどうもこんにちは、カジマクです。今回はこれ、ヘッドウルフさんからタブレット送っていただきました。ちょっとペリペリ剥がします。はい、これ 8.4 インチ Android 13のタブレット。いや、最近10インチ以上のタブレットをご紹介する機会が多かったんですけど、僕は実はこの8インチクラスのタブレット、これが大好物なんで、今日はちょっとテンション上がってます。あ、いや、皆さんどうでしょうか。確かに10インチ以上のタブレット、動画コンテンツを見るにはかなり迫力もあっていいんじゃないかとは思ってます。でもこの8インチクラス、モバイルするにも楽だし、家の中での取り回し、そのあたりもかなり軽快で、電子書籍を読む場合、僕はやっぱりこの8インチ、これが一番好きです。それでは今回 FPAD 3ご紹介していきたいと思います。で、今回ご紹介するこの FPAD 3、ざっと特徴を見ていくと、高性能8コアプロセッサー搭載、 CPU はユニ SoC タイガー T616、 アンツツベンチマークは20万オーバー。正直重いゲームには向いてません。いや、でも普段使いのエンタメ消費タブレットとしてはこれぐらいでも十分じゃないかと思ってます。で、 OS は Android 13で、これですよね、フル HD 8.4 インチ IPS インセルスクリーン。このスペックでなんとワイドバインレベル1サポートしてます。ただしこれ、ネットフリックスは残念ながら 720p のみサポート。でもね、プライムビデオ、ディズニープラス、フール、このあたり高画質再生可能とのこと。これは嬉しいですよね。で、タブレットの画面をテレビに投影、ワイヤレス投影機能搭載。Google Kids Space、こういった保護者管理もできるんで、お子様向けにもいいかもしれません。で、メモリは 8GB なんですけど、これはよく見てみると、4GB プラス 4GB 拡張。ここはご注意を。ストレージは 128GB、 外部メモリで 2TB まで拡張可能。 8MP のフロントカメラと 13MP のリアカメラを搭載で、顔認証もついてます。ここは嬉しいところ。で、薄型軽量デザイン、厚さ 7.5mm で、重さ 317g。 いや、軽いは正義。スリムで質感の高いメタルボディを採用で、バッテリーは大容量 5500mAh、もちろんタイプ C 充電可能。 3.5mm イヤホンジャックもついてます。で、画面分割機能、そしてこれ 4G LTE、 モバイルネットワークも使えます。よかったら一時停止を駆使して対応バンドチェックしてみてください。実際使えるかはそのサービスにもよるんですけど、ドコモ1319、ソフトバンク138、このあたりはカバーしてます。で、 AU はプラチナバンド非対応、楽天モバイルはパートナーエリア非対応。対応バンドだけで見てみると、そんな感じになってます。で、GPS 機能付き、ナビにも使えそうです。で、各部名称、パッケージ内容はこんな感じ。説明欄にリンク貼っときますんで、そちらも合わせてチェックしてみてください。はい、それでは、FPAD 3開けていきます。せーの、オープン。はい、まずは本体、ちょっと避けておいて、付属品は、説明書、日本語にも対応してます。で、あ、こういった、サンキューカードかな?と、シムピン。で、こっちに、もちろん日本に対応したアダプター。こんな感じになってます。で、タイプ A とタイプ C のケーブル。これで中身は以上です。はい、やっぱり、このサイズ感、いいっすよね。はい、それでは本体いきますよ。せーの!イェーイ、来たー!はい、これが、ヘッドウルフ FPAD 3。うわ、結構、質感高いっすね。背面は、メタルボディになってます。はい、こんな感じ。あ、もちろん、擬的マークついてます。で、カメラはこんな感じ。出っ張りも、これぐらい。あ、結構シンプルながら、なんかちょっとかっこよくないですか?で、正面向かって右側、電源ボタンにボリュームボタン。で、反対側には、シムスロット。で、この角に、イヤホンジャック。で、上部には何もなくて、下部にタイプ C ポート。はい、こんな感じになってます。で、前面には、保護フィルムの保護フィルム。これが貼ってあるんで、剥がしてみると、結構映り込みありますけど、最初から保護フィルム貼ってあります。はい、それでは、電源入れます。せーの、オン。はい、起動しました。で、もちろん、日本語対応してます。それでは、設定済ませる前に、
使えるかどうかわかりませんけど、SIM スロットに楽天モバイルの SIM、これを挿してセッティングします。はい、設定終わりました。初期画面はこんな感じ。Google アプリはこんな感じで、プリンアプリは全部でこれだけ、シンプルで好感持てます。で、初期ストレージはこんな感じ。128GB 中、14GB 使用されてました。いや、でもまだたっぷり使えるし、外部メモリも 2TB まで使えます。で、メモリ拡張、これは最初から 4GB 拡張されてました。で、ディスプレイ、輝度はこんな感じで、これが今、80ぐらいなんで、マックスにすると、これぐらいです。ちなみに、iPad mini が通常これぐらいの輝度なんで、めちゃめちゃ明るいわけではないですけど、必要十分に感じてます。視野角は、こんな感じ。実際肉眼で見ていても、僕は十分じゃないかと感じました。で、やっぱり気になるのは、その動作。ちょっと Chrome、さっき触ったんで、キャッシュをクリアして、開いてみると、はい、これぐらい。やっぱり、あくまで安価なタブレットなり、目を見張るような動作速度ではないですけど、このあたりも Web 閲覧程度なら、これでも僕は満足に感じます。イメージ的には最近のエントリースマホ、そんな感じなんで、過度の期待は禁物。でも、エンタメマシンとしては、こんなもんでいいんじゃないかと思ってます。で、ちょっと驚いたのは、さっき SIM を挿して、起動して、その後 APN 設定はしたんですけど、なんとこれ、普通の、このデフォルトの電話アプリで、楽天モバイル、通話できました。もちろん、インターネットも繋がってます。はい、もう一度 Chrome 開くと、楽天モバイルの通信で、ちゃんとウェブ、閲覧できてます。で、さらに、SMS も使えるんで、楽天リンク、これも使えるんで、いやもうこれ、普通にでっかいスマホ、ファブレットとして使えます。で、意外といいなと思ったのが、スピーカー。はい、どうも、こんにちは、はじまくです。今回は、これ、2023年最新、ヘッドウルフさんのタブレットを送っていただきました。ということで、この動画は、はい、どうでしょうか。残念ながら、スピーカーは、こことここのステレオ、なんで横持ちの時は、こっち側からしかなりませんけど、そのスピーカーの品質、決して悪くないと感じました。で、さっきもお話しした、ネットフリックス。これに関してはやっぱり残念ながら、ワイドバイレベル3なんですけど、プライムビデオは、はい、高画質再生 OK。HD 高画質、確認できました。で、あと Kindle、かなりくっきりはっきり、表示されるんで、これワンチャン。老眼でなければ、見開きでも結構いけるかもしれません。はい、どうでしょうか。ただ僕みたいに老眼の方は、はい、これでしっかりコミック並みに読むことができます。あとせっかくなんで、カメラ、ちょっと写真撮ってみます。はい、こんな感じ。動画撮ってみると、はい、これ今、ヘッドウルフ FPAD 3、アウトカメラで動画を撮影してます。はい、どうでしょうか。音声の感じもご確認ください。インカメラはこんな感じ。はい、どうでしょうか。思ったより結構、綺麗に映ってないですかね。はい、どうでしょうか。はい、どうでしょうか。これだけ機能を詰め込んで、ヘッドウルフ FPAD 3、気になるのはそのお値段。今日現在 Amazon での価格は、22,999円なんですけど、こちら、6000オフのクーポンがついてます。ということで、その最終価格は、16,999円。で、あと楽天でも販売されてます。いや、結構安いですよね。例えば、Fire HD8 Plus なんかと比べると、もちろん Google Play 使えるし、SIM もさせて、電話をかけることもできます。今回ご紹介した 8.4 インチ、Android 13搭載のヘッドウルフ FPAD 3、説明欄にリンク貼っときます。ぜひチェックしてみてください。最後に、忘れてました。顔認証チェックやっておきます。いきますよ。せーの。もう一回いきます。せーの。もう一回いきます。せーの。はい、こんな感じ。
そんなに早くはないけど、やっぱりあるのとないのとではかなり変わってきます。いやもうほんと最近の安価なタブレット結構良くなってきてます。ちょっと本気で使いたくなってきたんで、僕も正直今回かなりこれ魅力的に感じてます。よかったら今回の動画ご参考になさってみてください。ということで、ヘッドウルフさんのご提供でヘッドウルフ FPAD3 のご紹介でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。